16節のゲーム2、まもなくティップオフです。一旦仕切り直して今ティップオフ、ボールを取ったのはマクリーンから、早速奪いました。開始3秒4秒というところ、一貫してリードしている時間帯がなかったという苦しい状況がありました。今日はこの第1クォーター今の得点から巻き返してリードしていく時間帯をどれだけ作っていけるか。長島からアーロン・ホワイト、ムボジがいる、そしてジャメル・マクリーン、動きを封じ込もうとしているハインズですが、連続得点。ここまでの4得点はマクリーン、いずれもマクリーンから、そして奈良は林から生まれています。マクリーンがもう一度ボールを取る、長島につながりました。14秒からリスタート、山本翔太、ウッドベリー、流れるようなプレーでした。残りは4分台に入っています。第1クォーターです。大事なゲームの入りです。ウッドベリーもらってすぐに打ってきた、見事な距離感でした。スリーポイントが決まりました。今度はよく守りました。いいディフェンス、集中力を互いに見せつけています。葛西のドライブから、ここもブロックか、駒沢、柳川のスリーポイント決まって点差が縮まりました。ウッドベリー残りの時間はわずかですが、ここも決めていきます。最後はスピードを上げていきました。そしてムボジもいる、マクリーンには通させないというところでスピードを上げた神里、アシストはウッドベリー。ウッドベリーポンプフェイクからアーロン・ホワイト、ここも少し深い、来ました。ややドリブルでミスが起きました。コマヒタフショット、ただボール残っている。そしてターンオーバーの熊本が攻めている。数的有利は熊本、そしてウッドベリー。ホワイトが一つスクリーンとなって、ジャメル・マクリーンファールももらいました。バスケットカウントですですが、もう一本スローもらうことになりました。熊本、後ろに石井がいますが、その石井には渡させない。ホワイト、そして一人旅、ダンクシュート、引き離していきました。長島からアリウープ、ダンクシュート。駒沢スタートの5人、両チームともメンバー出てきています。マクリーン、ここは長い腕。第3クォーター残り時間6分切りました。追いかけていくムボジですが、長島廉見事、マクリーンが動かす。ウッドベリーを呼び込みました。そしてウッドベリーに託しました。8秒7秒と時間がなくなっている。ムボジ対ウッドベリー、上回ってきたウッドベリー。ワンプレーの精度大事にしていきたいところです。ラインを見ながらウッドベリー、マクリーンに預けていきました。この第4クォーターのスタートは時間帯としてはユーリ・ニュエル、バンビシャス、奈良です。ウッドベリー、ステップバックからの3、もう一度自分で取り切りました。守りきれるか。ショットクロック7秒5秒と迫っていますが、落ち着いていました。駒沢、効果的なタイミング、そして効果的な3ポイント。3ポイントを先ほど決めた駒沢、ムボジが立ちはだかっていく。4秒3秒、アーロン・ホワイト深い位置、来ました。突き放していきます熊本ボルターズ。